日本政府は21日、韓国政府を相手に2015年、日韓慰安婦合意履行を改めて追求した。日韓の複数メディアによると韓義エラ官房長官はこの日午前、定例ブリーフィングで韓国の慰安婦支援財団、若解地財団に関する質問に対し、我が国としては、合意の着実な実施が重要だと考えていると回答した。 同財団は、猿2015年1月2日月に茂るされた、日韓慰安婦合意に伴う日本政府の拠出金10億円をもとに設立された韓国の支援財団だ。慰安婦合意当時、両国は、慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決を確認したとして合意しているだけに、日本の責任問題は全て終えている状況。 よって、韓国による一方的な、慰安婦財団の解散は、日韓の合意に反する行為となる。日本政府はこの日の公式発表を前に、前日、韓国側より、慰安婦財団の解散方針を伝えられていた。韓官,官房長官は、 継続的に韓国政府へ怖く要求していくという日本政府の立場に変わりはないと強調した。